で、これが実際の玉なんですけど、まあ、こんぐらいですね。ちっちゃい玉を込めていただいて、空気銃なんでここに空気のエアが溜まってて、その空気の圧で玉を飛ばすって、はい。エアピストルを手に仕組みを丁寧に話してくれたのは、10メートルエアピストルで東京オリンピック出場を目指す県警の折谷美樹選手、27歳です。明日試合があっても大丈夫なような状態でいます。今月国内の有力選手が出場した大会では優勝。しかしオリンピック出場枠は一枠で、代表になるためには来月の最終選考会のほか、4月のワールドカップでも高得点を獲得する必要があります。県警初の、オリンピック選手となると、あの人にできたから自分にもできるっていう感じで、誰かのこう何ですかね、壁となっているようなものを、まあ、一つ壊せるきっかけとなったらすごく嬉しいなと思いますし、県警初のオリンピック選手へ自ら道を切り開く覚悟です。こんな状況下ですので、いいニュースが少しでも多くの人に届けられたら、それが一番幸せだし、自分の人生にとってはすごいいい経験になるので、そうなるためにもうちょっと頑張ろうかなと思います。